どうも皆さん、こんにちは、ヒデです。アンチャーテッドエルドラドの秘宝、続きやっていくぜ。まあお決まりのジャングルだね。奥進んでいこう。銃構えることができる40発。ジャンプは×。オッケー。ただね、操作の説明が全然ないからね、わかんないんだよね。よいしょ。敵は出てくるのかな。フランシスちゃんは本当にこんなところまで来たんだろうな。かなりイギリスから遠いぞ。ここか。変だな。 GPS によればここのはずなんだ。使い方が分かってないんじゃないの。見せてみろ。いや、合ってるはずだ。ここには何もないぞ。いつものどん詰まりだ。怒るな、サリー。落ち着けよ。探してみよう。探してみようって言われてもね。こりゃ歓楽街で花嫁を見つけるようなもんだ。もっと奥か。あった、きっとこれだ。この遺跡ちゃんはインカのか。いや、それより古い。さらに2000年ぐらい前だ。2000年。登れるとこねえのか。お、登る、登れるぞ。それジャンプか。ジャンプ、これは違うのか。何が見える。何も。こっちか。違う。気をつけていけ。とこの次は向こうか。よっ。おい、そこだけ地面がちょっと違うぞ。地面が違う。何もない。空洞だ。この扉をぶち破らなきゃ。飛び込むってか。違うな。さっきのとこから行って撃っちゃったよ。さっきのとこ行ってジャンプで、こっち行ってまたジャンプ、登る、ジャンプ、さらに奥か。うわあ。この先下に飛び移る、下に飛び移る。ああ、こういうことか。おお、むずいなこれ。こういうことか。すげえな。こっちもいける。L の方がバツ、ジャンプ、登る。さあ、あ、なんか出たぞ。三角、岩落とす。グッドだ、ボス。この下行くってことか。おお、なんとも。まあ、めちゃくちゃインディ・ジョーンズじゃん。
いいとこでムービーなんだ。想像してた場所と違ったか。黄金はどこにある？何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。これを見ろ。彼が来る前にスペイン人が来たんだ。くそ、なんだよそれ。ここに遊びに来たわけじゃないんだぞ、ネイト。真面目な話、今回だけはシャレじゃなく、これにかけてたんだ、真剣に。リマの酒場でちょっと遊び回りすぎたか。それもあるが、ちょっとたちの悪い奴らといろいろあってな。だから怪しい奴らには関わるなって言ったんだ、怪しい女にもな。おい、人に言えた義理かよ。それどういう意味だよ。あのレポーター、いい女だと思っちゃってるだろ。エレナか？まさか。そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの？そらハマったね。うわ、すげえな。気をつけろ、深いぞ、だいぶな。マジ危険だ。向こうに行くにはどうにかして渡っちゃうにゃ。照準撃つ、あれか、これだろ。いい感じだ。奥行ける。なんだ、連座なのね。離しちゃって。ほら、貸してみ。よし、行けた。俺が押さえてるから、支えるものがないか見てきちゃってくれ。これだな。はい、どうぞ。いいぞ、離して。これで大丈夫だ。早くサリー、帰りどうすんでい。これぞ危機一髪だ。帰りどうすんだい。裏口があることを祈るばかりだね。やっぱそうなるね。これは見た覚えがある。これはフランシス教の日記に書いてあったやつだ。さあ、日記チェックですよ。あった、これだ。どうやらランプか火鉢みたいだぞ。火をつけてみろ。火、あんだけ葉巻はやめろと言っといて、今になって利用しちゃうのか。なんかついたぜ。奥行くと奥進めない。この瓦礫をどうにかして溶かさにゃ。お？瓦礫溶かす。これは乾いてる。燃やせちゃうんじゃないか。撃っちゃう。違う。なんかあるのか。あのランプを一つ撃ってみちゃえ。ランプ、あれか。はい。うわ、わかんねえよ。どうする。どっからか行けねえか。これダメなの。待て、一
けんのかい。ああネイト、わひで、俺も30年前なら降りられたんだがね。よっ、上に行く。もっと、やべ、相変わらずめずいのね。ほっほっ、早く行く、早く。違う、間違えた、もう一回。何回死んでんなこれ。よっと、下降りる、横行く、上、横、さらに横、下降りる。やべやべ、おっ、よっ、掴める、オッケー。それで、またこれ撃つってことか。よっ、うわああ、奥行けんのか。わかんないね、本当に。よし、行っちゃおう。また火をつけてもらう。深いね。うわ、骸骨すげえ量だこれ。なんかお宝持ってないのかね。今度はなんだ。また謎解きか。一体なんだと思う。待て、見たことのある印だ。日記、気を見て、この記号の並び方にも気を止めよ。1、2、3、4、 OK。 歯車みたいな、これが1か。あ、どっかで何かするのか。上は何なんだこれ。上登れない、登れない。ん？ん？ なんか動いたか？ここにもあるな。ああ、そういうことか。並び順だから、一番はあの真ん中丸っこいやつ。いけんのかこれ。いけるんだ。一番はこれだ。おい、何か動いてるぞ。そんでもって、2番は右下。 OK、 2番。あ、これじゃないな。
で3番は ?3 番はさっきのやつか。よっ。こっちだな。よっと。これだ。そんでもって最後に手前のやつか。よっと。やば。よし。そうだ、これだ。最後にこれを押すとどうなんの？が開くっていう。すげえな。結構深い。ああ、多分側面にはしごがあるな。見てくるから待っててくれ。待ってる。気をつけろよ。よっと。よく行くね、こんなところで。滑らすんじゃないぞ。こっち。やべやべ。うわ。よし。今度は？なんか押すのかこれ。押すんだ。いやー、謎解きむずいな。水が入って。前進。僕は何もないか。おい、まさかそこでスイミングか？へっちゃらだよ。よっ。落ちちゃダメ。落ちちゃダメ。大丈夫。うわー、奥あるな。ずぶ濡れだぜ。なんかあったな。お宝発見。よっと。また登れる。またこれか。違うな、さらに上に。上だな、これ。すげえな、すげえ握力だな。よいしょ。よっ。ほっ。上登って。やったぞ、反対側へ出られた。扉を開けられるか？扉。ああ、これか。よし。いいな、サリー、歩いてきてるだけじゃん。この壺はなんてことねえのか。またこれだ。俺はこっちだ。よっしゃ。実に安全そうだ。これは例の崩れるってやつじゃないかい？ネイト、ここは離れるんだ。やべ、うわクラッシュバンディク。クラッシュバンディク。うわっと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 。やばい、やべ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 。もう一回、もう一回ね。オッケー、オッケー。最後そうなのね。オッケー、オッケー。はい、クラッシュバンディ君。あら、俺よっ。最後の
ジャンプが大事です。ジャンプ。オッケー。やったぞ。バッチリだ。は？こっち行けばいいんだな。やっと努力が報われそうだ。死にそうだった当然だ。何回も死んだわ。また謎解きありそうじゃね。うわすごい、これが寺院の中心だったんだ。いやすごいね。黄金の像だ。バカでかい黄金の像ちゃんか。見ろこれを。こちらその黄金の像を拝んでやがる。人間だよなこれ。そうか、エルドラド、黄金の男だ。サリー、黄金の都じゃない。名前の由来は黄金の偶像だ。たまげたな。今あったらどれぐらいの価値があるのか。何かの跡だ。ほら、スペイン人は丸太で運び出したんだ。来るのが400年遅かったようだ。そんなに昔か。みたいだよ。なんてこった。だがなんだ。追ってみる手はある。奥に引きずってってんのか。ねえ、400年前に掘り出されてる。お、外出ちゃったじゃん。はあ、ここまでだ。ああ、多分寺院の裏の壁は爆破されたな。ああ、スペイン人がお宝を運ぶ近道を作ったか。最高だ。どうする？なんでこれ上登れんだ？よっ。トレジャー。まだ奥に行ける。待てサリー、聞こえるか。おっと、こりゃ珍しいものがあるぞ。こりゃ一体。潜水艦なのかこれ。よっと。こりゃぶったまげた。ていうか、どうやったらこんなところまで来る。洪水か。近寄ってみよう。いや待て、どうもうさんくさい感じがする。うさんくさい。ジャングルの真ん中にドイツの U ボートはつきものだろ。いや真面目に言ってる。オーケー、ここにいろ。俺が見てくるよ。バームクーヘン落っこってたら知らせる。どう？それがいい。そうしちゃってくれ。おう、待てこれを持っててくれ。よし、いっちょ気合を入れていくか。はい、ということで今回はここまでです。次回はですね、この潜水艦わかんないけど、これに行ってみたいと思います。よかったらまた見に来てください。ほいじゃまたねー。